プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズは、プロフェッショナルダーツコーポレーションが開催するダーツのトーナメントである。このトーナメントは、2008年1月開かれた PDC アワーズディナーにおいて、PDC のチェアマンであるベアリー・ハーンよりアナウンスされた。PDC プロトラを構成するスーパーのプレイヤーズチャンピオンシップスを、このトーナメントの予選として用い、その年の出場するプレイヤーを決定する。 なお、2011年は、このトーナメントと PDC ワールドカップオブダーツの開催順序の入れ替えにより、2度開催された。このトーナメントは、獲得した、賞金額に基づく PDC の、ワールドランキングシステムである PDC、オーダーオブメリットに反映される、スカイスポーツ以外のプレミアイベントである。現在、賞金総額は、PDC のイベント中、6番目となっているが、 プレミアリーグダーツとグランドスラムオブダーツは PDCM に反映されないため PDCM への寄与は4番目に大きい。このトーナメントの賞金は以下の通りとなっている。なお、この賞金額は WD 界ブドの賞金額が最も多いイベントであるブドワールドプロフェッショナルダーツチャンピオンシップスの賞金額には及ばないが2番目のワールドマスターズを超えている。 2011年における他のトーナメントとの賞金額の比較は次の通りである。日程、会場、タイトル、スポンサー、テレビ放送などの情報は以下の通りである。初回の2009年と2010年は ITV4 で全試合が生放送された。イギリスにおける ITV4 で放送された視聴数は以下の通りとなっている。以上のように2009年は3つの放送が トップ10入りし、2010年は全放送がトップ10入り、かつ1位から5位までを独占しているものの、2011年の1回目はテレビ放送されず、全試合の生放送はパフォームによる PDC-TV でのインターネット放送のみとなったが、2011年の2度目から ITV4 による放送が再開された。プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズは、 ラスト32からのシングルエリミネーショントーナメントであり、これを特徴づける形式は次の2つである。各年プレイヤーズチャンピオンシップの賞金額だけを反映させたその年のプレイヤーズチャンピオンシップオーダーオブメリットの上位32人が翌年のプレイヤーズチャンピオンシップファイナルズに出場できる。プレイヤーズチャンピオンシップス編集詳細は PDC プロトラを参照プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズの予選にもなっているプレイヤーズチャンピオンシップスの試合形式は2003年に導入されてから2008年まで全試合ベストオブ5セッツであった2009年からはベストオブ11レックスとなっているまたプレイヤーズチャンピオンシップスの各トーナメントの賞金は以下のようになっているなお ナインダートフィニッシュの賞金は各トーナメントに設定されており達成者がいなければ UK オープンの出場者決定戦も含んだ PDC プロトゥアに属する次のイベントに達成されるまで積み立てられていく本戦の形式は以下の通りである全試合タイブレイクはないレッグ数編集各年の各ラウンドにおけるレッグ数は以下の通りである このトーナメントの結果は以下の通りである。プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズの本戦では2016年に初めてナインイコールダートフィニッシュが達成している。プレイヤーズチャンピオンシップス、編集プレイヤーズチャンピオンシップスでは多くのナインダートフィニッシュが達成されている。以下はプレイヤーズチャンピオンシップスが プレイヤーズチャンピオンシップファイナルズの予選となった2008年以降の記録である。このイベント本戦の歴代の記録は以下の通りである。ここでは回数に関する記録を紹介する。ただし、100以上の平均値となった対戦記録の回数は100以上の平均値の項で紹介する。最多優勝、編集180、編集最多の大会、編集1大会中の最多。 編集1大会中の平均、編集最高対戦平均値、編集2011年1度目開催までの最高はフィルテーラーの108.63である。回数、編集2011年1度目開催までの最多はフィルテーラーの6回である。両者とも、編集2011年1度目開催までで1回達成されている。ありがとうございます。